じゃあ今回ね、紹介する商品は非常に珍しいスマホスタンドです。これですね、まさに今から開けるとこですけども、タイトルは手ぶらで使えるというやつです。さあ、どんな商品なんでしょうかね。フレキシビルアームということで切っていこうかと思います。なんかこのね、編集してない雑動画ですけども、ご覧いただければ幸いです。これ多分ね、欲しいなと思う人多いと思いますよ。はい、じゃあ付属品なんですけども、まず本体がこれです。で、スマホをギャッチリガッと押するこれですね、この器具があります。どうやってつけるんだろう。まあ、こんな感じですよ。これね、ざっくり言うとね、これにワイヤーが入ってていろんな形になるんですよ。で、そのままこうスマホスタンドにもなるでしょ、こうやって。で、こうやって体に巻きつけてね、こうやってここにつけて自撮りしながら歩くこともできるんですよ。で、自動車の、助手席にくくりつけて、助手席からの風景で撮影もできるということですよね。だからウォーキングされてる方とかね、私もそうなんですけども、スマホをこうやりながら撮影するとこう、ちょっと疲れるじゃないですか。だからこれを体に巻きつけて、こういうような感じでね。で、こうやってここでカメラで自撮りすればいいじゃないですか。で、歩いてる方向も、顔の方向も向けれるし、なんか自由自在にね、声も入りやすいでしょ。これなかなかいいと思うんですよ、これ。このくねくね。ゴリラポットの上を行くやつです。これね、フリキシブルアームプロってやつで、ちょっと価格はね、2500円ぐらいするんですよ。でもね、こうやって、なんか、いいですよ、こう。いろんな形になりますね、こうやってね。こう首に巻きつけたらちょっと自殺してるみたいですけど。で、これをくる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 と回して、こうかな。ああ、こうやってつけるんだ。パチンとね、はまりますね。で、GoPro とかつけてる方もいると思いますけども、これでほら、ほら、スマホね、こうやって歩けるわけですよ、こうやって。手ぶらですよ、ね。こう画面見ながら、おっ、こう画面を見ながらね、進行方向撮影しながら、声を入れながら、実況。長さもこうやって変えれるから、距離感もね、出しますしね。これいいじゃないですか、なかなか。で、ここに、デジカメつけてもいいわけですよ、ここに。まあ、重いものをつけると、これさすがにワイヤーがしなっちゃいますけどね。まあ、このぐらいのデジカメサイズのものだったらもう全然自由自在にできますんで。もう超おすすめで、これいいじゃないですか。ね。これがあったらもうね、アームスタンドいらずですよ。それこそ三脚もいらないです、これがあったら。すごくいいと思いますよ。で、なんか荷物になるなと思ったら、外して、こうやってね。うん。これ、軽い。すごくいい。これどうですか、こういうの見つけましたよ、ついに。ね、歩きながら撮影する方にはものすごくうってつけだと思います。私もウォーキングしながらこれでね、なんか撮影しようかと思います。まあなんかね、気持ち悪い見られ方するかもしれませんけども、気にしない。気にしないですよ。自分の人生記録を取るためには、もう人の評価なんて気にしてらんないです。どうですか、これ。いいでしょう。はい。ということでございました。